はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半を回りました。9月は3日の日曜日ですね。これはですね、8月28日に出ました細川雅彦さんという明星大学教授の方のですね、まあ記事、論文でしょうかね、小論文ですかね、よくわからんけど、サイトはですね、国家基本問題研究所っていうのは全然初めてなんですけど、この例のですね、水産物の輸入禁止、中国のですね、これに対して対抗措置を取れということを提言なさっておられます。で、日本が取るべき5つの行動ってありまして、別にそのですね、一つは中国からの水産物に対しても全量検査を実施しろと。まあね、多分向こうの方がトリチウムは多いと思うんですけどね。2番目は WTO に提訴しろと。3番目はですね、5月の主要7カ国サミットで合意された経済的威圧に対する共同対処として本件を G7 で取り上げろと。まあ来年ですけどね、5月。まあ、今その G7 に対してですね、こう緊急発信してもいいですけどね。で、4番目がですね、これが一番興味深いんですけど、全部読みますと、日本産ホタテの中国での加工施設を中国外に移し、中国に依存しないサプライチェーンを早急に構築する。ホタテは人件費の安い中国で、殻外しなど手作業、加工作業をして、米国に輸出されるものも多い。加工を中国外ですることで中国依存を下げる結果、中国の雇用も失われるので、中国に対する牽制として打ち出すと。いうようなことが書いてありまして、桜井佳子さんのなんか新潮に書かれた記事、私読んでませんけども、デイリー新潮には載ってなかったですね、昨日の時点で。やっぱりね、ホタテについて同じことをおっしゃっていてですね、貝柱なんかをですね、缶詰みたいにしてアメリカに輸出しているそうなんですね。で、日本からですね、中国へ輸出している水産品、魚介類ですね、だけで1380億やったかな。で、加工品も入れても、まあまあ2000億なんかそんなもんでしょうけども、そのうち何百億かはですね、ホタテなんですよ。で、全部中国人がそれを食ってるわけではなくてですね、まあ考えれば中華料理にホタテなんていうのは、あんまりこうイメージありませんよね。使えるんでしょうけどね。要はあれ、殻を外して、こう、なんていうか、なんかこう、身をこう、削り取るというか、こすり取って、こすり取るから、そこからビュッとこうやるわけですね。の作業は手でやってるらしいですね。でやっとね、それをですね、缶詰みたいにしてですね、アメリカに輸出しているということはですね、相当のですね、数百人以上のですね、人間を雇用しているはずで、それを扱っている商社もあるはずなんです。それはですね、日本企業が主体になってやっているのかですね、向こうの企業が主体になってやっているのか分かりませんけども、そんな別に難しいノウハウがあるわけではないんで、それをですね、ベトナムなりに移してですね、で、やったらいいだけやということですね。だからそういうことをやりましょうというふうに、桜井よし子さんも、この細川先生、細川さんとか、先生も、そうですね、ご提案なさってるわけで、やりましょうよね、人。中国はね、なんでこんなでしょうもないことを仕掛けてくるんやといういろんな説あるんですけど、日本がちょっと前にですね、アメリカの要請を受けてですね、半導体製造装置を輸出禁止したんですね。確か9月からやったと思うんですけど、それを撤回させたいんではないかという記事を読みました。そんなんね、撤回できませんよ、それはっきり言って。少々何があろうと思う。だってそれアメリカの要請でやってるわけでしょ。中国はそのあたりよく分かってないですよね。撤回できませんね。他に何かあるかっていうと特にないんですよ。それぐらいいいかなという感じです。
これでですね、日本中のですね、不信感を買ってしまったわけであってですね、さらに今ね、どんどん伝えられるところではですね、団体旅行はキャンセルされてるみたいですね。うわ、嬉しいと思って。いや、ええやん、そんなん、別に、前から言ってます通りですね、一番中国のですね、来てほしくない種類の連中なんですよ、団体旅行っていうのは。今そんなにね、トラブル起こしてないでしょ、日本に来てる中国人って。奴らは自分のお金で持ってですね、来てる、自分のお金で自分の手配で持って来てる連中であって、かなり向こうでは富裕層に属する人たちが大半であると、まあ、私は思ってるんですけど、次に来る、団体旅行で来る連中というのは、なんか、たちの悪い連中ですね。たちの悪いというか、まあ、貧乏人ですね。貧乏人が一生懸命お金握りしめてやってくると。奴らはやっぱりですね、一番その、こう、マナーがなっていないわけです。私ね、自分の家からね、地下鉄の最寄り駅まで毎朝歩くんですけど、そのコースにですね、どうやらですね、中国人たちの団体旅行系の人たちがですね、どっかその日のですね、オプショナルツアーに出かける集合地点になってるようなんですね、その道路、ターフと道路ですよ。その道路がですね、でそこ、そのスポットに行きますと、毎日ですね、中国人たちがどうでしょうね、多い日は10人以上、少ない日で7、8人、5、6人がですね、たむろしてですね、まあ、ガヤガヤとですね、待ってるわけですよ。で、車が何台か、あの、ワゴン車みたいなですね、5、6人いっぺんに運べるようなワゴン車みたいなのが、こう、何台か連なってるんですよ。なんとか普通免許で運転できます、みたいな。で、やつらのですね、こう、行いをこう見ててですね、あの、ギャンギャン大声で喋るんでね、ああ、こいつらは多分南中国系の人たちだなと、多分広東人やと思うんですけど、私は広東語とね、福建語とね、区別つかない人間なんですよ。なんで、で、見てるとね、ちょっとね、横にでかい人が多いんでね、あ、やっぱり南中国やろなと思って、で、見てるんですけども、どうもね、態度が悪いんですよ。別に何か悪いことしてるわけではないですよ。その辺トイレ代わりに使ってるわけでもないですよ。でもね、見てて分かるんですよ。だって上品な人々の集団とね、そうではない逆の感じの集団の人ってね、見てると分かるでしょ。しゃべっていても、その言葉の中身は分からなくても。んで、たまに時々つかみ合いの喧嘩してる人もいますからね。うわ、こいつら何やろうと思って、見ていて愉快なもんではないですけど、別に私につかみかかってきたりしませんので、知らん顔して前を撮ってますけど、いわゆるね、こう、柄の悪いと言いますか、お上品でない人々の集団っていうのはですね、まあ、直接被害は受けなくてもですね、見ていてあんまり愉快なもんでもないし、そんな人はわざわざ混んでええのにと。実はうちのですね、私が使う最寄り駅の近くって、もともとね、ビジネスホテルがいっぱいあるんですよ。それがまたね、このどうでしょう、10年ぐらいでむちゃくちゃ増殖してるんですよ。だから、あの辺のビジネスホテルに泊まってるインバウンドの人たちがですね、ホテルの前ではなくって、まあ、ここに集合せって言われて、あっちのホテルからこっちのホテルからって、こう真ん中でこう来やすい場所なんですよね。で、そこにこうやってきてるという状況で、そこはたまたま私の駅への順路では、またおるわ、こいつらと思って。まあですね、まあ、まだでもそれでも僕はあの方々まだマシやと思いますよ。でもそんなよりもっとひどいのがまた来んのみたいな。嫌 やん、そんな。来てほしないわ、と思うんですけど。まあ別に、私はね、家とこの事務所を行き来してるだけなんで、途中でその中国人がいっぱいいるようなところってほぼ見ないんですけども、まあ、たまに銀座とかに行ってですね、あのインバウンドのあの4年前以前のですね、あれを見ていて気分のいいもんではないですよね。まあ、上品にね、観光していただく分にはいいですけど、そうでない時には、あっと思って。思います。だからですね、もう中国はね、日本にね、意地悪するんやったらね、どんどんしてくれと。このホタテの件もそうですけどね、何がやるたびにですね、やっぱりブーメランなんですね、やつらにとっては。日本が一方的に嫌がるなんていうようなことのカードはもうすでに全部切ってしまったんちゃいますかね。で、そのたびになんか勝手あるっていう終わり方になってるわけですね、いつもいつもね。今回のですね、団体旅行の解禁もですね、どれくらい来るのか知りませんよ。
どれくらいキャンセルになってるのかもしれませんし、まあまあええやん、もともと混んで連中が来なくなるっていうのはですね、非常に嬉しいなと思いますね。このですね、今読みかけましたページ一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。